見せたジェイボスでございます。今回はですね、またドニーブルックからお届けしております。で、今回なんですけども、アップルピッキングの経験者たちをね、収集しまして、よろしくお願いします。よっしゃ、それではやっていきます。はい、ということでやってきました。時期的には 4月の中旬からかな。ピンクレディの品種が4月後半からで、年明けとかでガラっていうやつやったりとか、一日の生活は朝起きてみたいな、7時から5時、3時半。あ、3時半か。庄司君とか早かったんや。結構でもあれよね、ずっとやり続けてる。うん、もぎもぎフルーツもぎもぎしたらもぎもぎしたら分かりやすい俺らのファームでは音楽ダメだったんや。あ、ダメだった。ダメ、会話もダメやった。あー、会話バンバン。スピーカーいいって言われたから、私のスピーカーで一緒。この人ね、手止まるんですよ、よく喋ったらこうやって喋りながらこの人に言われる、手動かせ、音楽なし、でも喋んのあり。僕はもう語学学校に通いながら行ってますんで、フランス語のあまりフランス人ばっかやったから。で、ゲームとかもし始めたんですか？何のゲーム？そうそう、時計見やんから、みんな、うん、あー、4時やと思うみたいな言われてもうそれもフランス語とかで答えて時間覚えたから、すごっ。そうそうそう。なんていうの、位置は？すごっ。おいおい、でも結構虫がすごい嫌いで、彼女とかはカエルとか大の苦手なんで。そうね、うん、乗ったよね。よくカエルに。ナルトやん。うまい、うまい。もういいよ、今日終わりだ。ちょっとやめて。もうちょっと。でもリンゴファームはめっちゃ虫います。ね、ゴキブリとか。ゴキブリ、うん。でもなんか俺も一匹でアップルについてる。でもなんか手ガサガサになるやんね。で、手袋俺らんだからダメだよ。ダメだった。この辺皮がブエリベリベリって抜けてくる。なるやんね。だからなんか絆創膏をこういう風にめっちゃめっちゃみんな貼ってる。なんかもう5本指全部。まあでもラダーは結構危なかったりもするから。なんか足にめっちゃ当たったりするし。あなた、この人の足やばいんですよ。あ、もちろん。すべすべ。そういうところじゃない。危ない危ない。そういう動画ではありません。わー、おやおや。あ、すごい。マシンになってるこれ。ちっちゃいの撮って。ダメー。うわ、すごい。ブルーやん。なんかリンゴのブルージングやん、これ。完全に。弱くない？ラビッシュ。ラビッシュ。足ラビッシュ。いや、すごいよ。でもなんか太ももにもできたんやけど。これは自分でやったんじゃない？チジョチジョ。やばいそれ。ただの女の子のリンどんぐらいの？具合で。ボビーとかに言われたんは、女性やったら普通6ぐらいだよ。え、6？ 6って言われた。だいたい1日1人3便ぐらいしたら平均ぐらい。へえ、あ、じゃあ6ってことね、うん、そう。だから8でやってたけど遅いって言われたから、そこのファームは厳しかったんだ。あとなんかそのアップルファームに来るために何か必要なものとかあります？車。あ、車あった方がいいね。うん、あった方がいい。まあ、あのピックアップ費も稼げるし、ね、なくてもいい。なくてもいいね。まあ、この中で庄司くんしか持ってないから、うん、休日もキャンプとか行けるし、うん、また違う動画で。ここ指出しちゃった。今日も終わりでいいです。なんで？次の動画で。調子乗っちゃってみたいな。手袋、ゴム手ね。ゴム手袋。帽子。帽子はマスト。日焼け止め。それティッシュ。手拭きだ。お金の話について話していきたいと思います。お金。よっ。金拝金主義。僕のねところは時給ズバリ 22.95 ぐらいでしたね。で、1日に8時間やね。8時間働けたので、収録で俺らの時給で働いたら900ドル前後いける。まあ結構稼げるな。で、今回はやっぱもう時給はね、まあどこのファームでも一緒なので、歩合のことを聞いていきたいと思うんですけども、瓶の単価っていうのがあると思う。瓶ってその箱っすね。リンゴでワンサカさせたらそれが1瓶みたいなカウントですよね。そこはいくらあったん、瓶は？50ドル。2人でするから1人25。高くないですよね。いいよ、ね、多分結城が女性の中のトップピッカーグループです。 13.5 昨日作ったよね。それが最高記録。 13.5 瓶。3人ほど。325は1日。えぐいな。1日で325。酒買いまくりやん。
うらやましい。4日で9号6じゃあ1週間より多い。全然多い、ね、収録や俺らで言う収録の。でもトップのヨミとクリスに聞いたら1900ぐらい最高だって。しかも週5で1900でやば。締めは締め締まったの締めなんかあったっけ。どにしないよ。なんか言って。よく頑張った。クランクアップ。もうちなみに動画には入ってこない。なんで？サスライボードの動画でもこれで最後だから。ありがとうございます。ついていきます。あ、そうだ。あ、まあいいか。